もっと美味しい健康へ、シェフパートナーズ田村塾、田村亮介です。焼き酒、いろいろキノコの四川辛味ソースをご紹介します。日本の秋の味覚といえばやっぱり鮭、焼き鮭、ご家庭でも食卓に上がる回数も多いと思うんですけども、やっぱ焼き鮭っていうとシンプルに焼いたのも美味しいんですけども、さらにそこに、秋の味覚のキノコのいろいろな風味を合わせてちょっとピリ辛に仕上げます。そうすることによって普段の焼き鮭が、かなりレベルアップした焼き鮭になるかなと思って、今日はこちらのお料理をご紹介します。はい、それでは、キノコを切っていきます。まずは舞茸ですね。舞茸は、少し下に石突きがあるので、この石突きだけ取って、あと手でほぐします。でなるべく今日のキノコは全体的に細かくせず大きいまま、使っていきたいので、大きく、切っていきます。で次にエリンギです。エリンギは、やはりエリンギの特徴といえばもうこの硬さと食べた時のこうシャキシャキ感なので、なるべくこう硬くて、触って硬くて大きめのものを選ぶとよろしいと思います。で切る時もエリンギはやはりこう薄くこう切ってしまうよりも縦に長く切った方がシャキシャキ感が出やすいので、なるべく縦長に切ります。よいしょ、こういう感じで切っていきます。次に椎茸ですね。椎茸は、石突きを外して、椎茸も、選ぶときはやはり膨らみがあって傘がふわっとなっている方が、美味しいですので、そちらを、選んでいただきたいと思います。で、椎茸はこのように1センチ角ぐらいで、1センチ幅で切っていきます。そしてしめじですね。しめじは、石突きを取って、こちらはあと手でほぐしてあげます。でキノコはスーパーで売ってる時は基本的にパックに、入ってると思うんですが、総じてキノコを選ぶ時のポイントはやはりキノコは菌ですので、キノコのパックで汗をかいてるということは菌ですので蒸れてきます。そうするとキノコ自体にこう水分が溜まって、酸味が出て傷みやすくなるので、なるべくパックに入っているキノコを選ぶときは内側に汗をかいてない、乾いた状態のものを選んで、そして買って、自宅に持っていったらすぐパックから少し開けるなり外に出すなり、いわゆる乾燥した状態にして保存していただいた方が、よろしいと思います。で最後に、このブラウンエノキですね。茎も下の石突きをちょっと取っていただいて、ほぐします。はい、はい、こういう感じで、キノコを用意します。それでは、鮭を焼いていきます。で今日の鮭は、甘鮭を使ってますが、生鮭でも大丈夫です。できれば生鮭か甘鮭か、生鮭の場合はちょっと軽く表面に塩を振っていただいてから、焼いてください。でご家庭では魚焼きグリルで、焼き鮭を焼いていただきたいんですけれども、なるべくちょっと強めの火で表面ちょっと香ばしく、中はなるべくふわっとレアな感じで焼いていただくと鮭も美味しくなると思います。で今日はお店でちょっとオーブンで焼いていきますが、ご家庭では、魚焼きグリルでぜひ焼いてください。それでは、オーブンに入れていきます。それではソースを作っていきます。先ほど切ったキノコをまず油を引かない中華鍋に入れて炒めて、キノコの水分を少し飛ばしてから、キノコの香りとキノコの旨味を引き出してソースを作っていきます。それではもうすべて一緒に入れてしまって結構ですので、それから火をつけて中火ぐらいの火加減で焦げないように炒めます。こうすることによってキノコの持っている水分が適度に抜けてきます。そうするとキノコ自体にも、深
深いキノコの旨味味わいが凝縮されますので、仕上がりのソースも凝縮したキノコの風味が凝縮したソースになります。キノコが少し火が入って全体的にしなってきます。で、表面にキノコの表面に少し香ばしさ焦げがつくぐらいまで炒めていきます。で、音がキュッキュッキュッっていうキノコの水分が抜けてくるとこのキュッという音が聞こえてきますので、これぐらいちょっと表面に焦げ目がついてきたところで一度火を止めて油を少しまぶしてあげます。普通のサラダ油でいいです。豆板醤を入れます。そして生姜のみじん切りです。あとおろしたニンニクです。で、こちらを入れてさらに炒めていきます。で、豆板醤を入れたら豆板醤は焦げやすいですので、入れてから中火にして香りを出すように炒めます。香りが出てきたらスープを注ぎ入れます。で、少し、煮てキノコの旨味をこのスープの中に出していきます。で、沸騰してきたら、三温糖を少しと、あとお醤油です。大体1分ぐらい、弱火で、煮てキノコの旨味をこのスープの中に出していきます。キノコの旨味が出てきたら、水溶き片栗粉を少し入れる時も、ね、細く一気に入れるんではなくて細く少しずつ入れていきます。で、入れ終わってから火をつけてとろみをつけていきます。で、仕上げにお酢を全体的に入れて、ソースは完成です。それでは焼き鮭が焼き上がりましたので、まず盛り付けていきます。で、焼き鮭を盛りましたら、ソースをかけていくんですが、少し鮭を見えるように盛り付けてあげた方が美しく見えると思いますので、いろいろなキノコのうまみが凝縮した、焼き鮭いろいろきのこ鮮辛味ソースがけです。それでは、黒酢の酢豚を、ご紹介します。黒酢の酢豚、本日ご紹介するのは、黒酢を使った酢豚なんですけれども、秋の味覚の、根菜類ですね、レンコンとさつまいもを一緒に、使って秋らしい黒酢の酢豚をご紹介したいと思います。黒酢の酢豚はいわゆる中国の中でも上海、あたりが一般的な、地方料理です。中国ではあんまり野菜と一緒に、豚肉を炒めてこう黒酢の酢豚を作るというよりも、もうお肉だけで作るのが一般的ですけれども、
まあ、日本のやはりいろいろな四季の味わい食材がありますので、今日は根菜類と一緒に、仕上げていきたいと思います。材料を切っていきます。まずさつまいもですね。さつまいもは、皮付きのまま、輪切りにしていきます。だいたい2センチ幅ぐらいですかね。よいしょ。皮付きのまま、一緒に炒めた方が色合いも出て美しくなるので、今日は皮付きのまま使っていきます。そしてレンコンです。レンコンは皮を剥いたものを先ほどのさつまいもとなるべく、同じような大きさに切っていきます。同じ材料を同じ大きさに切ることによって火の入り方も、均一に入るのでなるべく同じ大きさに切っていきます。それでは次にお肉を切っていきます。今日は豚の肩ロースをご用意しています。で、酢豚に使うお肉は、まあ、肩ロースであったり、あと、まあ、ちょっと奮発するときは豚のヒレ肉でもいいと思いますし、あと、まあ、もも肉でもいいとは思いますが、やはり適度に脂身と赤身が兼ね揃った肩ロースがおすすめです。まずは肩ロースを2センチ幅ぐらいに切って、大体こういう感じでスーパーでは売ってるとは思いますが、このこういうところに筋と脂がこう混じってます。ですので包丁で筋目をしっかりとまず切ってあげます。こうすることで加熱した時に歯切れの良い、お肉になりますので、で脂身も少しこのように目を入れてあげます。それから、切っていくんですが、なるべく酢豚、僕らは普段は油通しといって、たくさんの油の中で、油を通して火を入れるんですが、なかなかご家庭だとあんまり油をいっぱい使いたくないと思いますし、ギリギリの油の量で今日は加熱をしていきますので、なるべく大きく、切らずに薄く広く切ろうと思います。大きく乱切りにしてしまうとそれだけ時間もかかりますし、油の量も必要になってきますので、薄く広くですね切っていきます。少し3等分にしたら、ちょっとそぎ切りといいますか、ちょっとこのようにそいで切ってあげます。でこのような感じで薄く広く切ります。でこれを、ボウルに入れて下味を、つけていきます。ここにお塩ですね。お塩少々と胡椒です。で下味なんですけれども、酢豚というのはやっぱりお砂糖、糖とお酢、甘酢の、味わいで、しっかりとしたこう深い味わい、しっかりボディのある、味わいになるので、お肉に比較的しっかりと下味をつけます。お魚なんかでこう焼き鮭をするときに下味をつけるよりも、もうあと少し入れる感覚ですかね。そうすることによって味の強い甘酢と絡めてもお肉の味もふわっとこう生きてきます。ですのでしっかりめのお塩を入れていただいたら、ここに少し卵ですね、卵を入れます。でここで混ぜるときに、お肉をあまり力を入れてしまうとお肉がバラバラになってしまいますので、力を入れず優しく全体的に混ぜる感じです。でお肉の表面に全体に卵が行き渡れば、あとは片栗粉ですね、片栗粉で全体をまとめます。でこの状態ですとまだ卵と片栗粉がこうバラバラになってますので、このまま加熱するとくっつきやすいです。ですのである程度まとまってきたら、ここにさらに、まあ、片栗粉をまぶすような感じでもいいですし、一個一個表面に片栗粉がまぶせるように、このまま形も作ってあげていきます。でこういう感じで全体に表面に、片栗粉がつくようにきれいに
下味をつけます。それでは根菜類を茹でていきます。沸騰しているお湯にまずお塩を入れていきます。レンコンとさつまいもを茹でますが、レンコンの方が火が入りにくいので、まずレンコンを入れていきます。でこのままだいたい3分ぐらい茹でます。で3分後に今度さつまいもを入れて、さらに3分ほど、茹でて、だいたい5、6分ぐらいで仕上げる感覚です。沸騰してきたら中火で、コトコトと茹でていきます。でその間にこちら豚肉に火を通していきたいと思います。豚肉に火を通していきますが、普段僕らは大量の油で茹でて揚げていくんですが、なかなかご家庭だとそうもいかないので、もうお肉が浸る量の油で結構ですので、油の中にお肉を入れた時に、入れたらだいたい半分ぐらい、お肉が半分ぐらい油の中に浸る量で結構です。それぐらい入れながら混ぜながら火を入れていきます。では温度的には中温、だいたい150、60度ぐらいの油の温度で、入れた瞬間にこう周りに泡がじゅわっと軽く出てくるぐらいの温度にで入れていきます。でお肉を入れたら油の温度は一気に下がりますので、一度温度を上げるのに少し油を高温にします。で衣が周りに卵と片栗粉がついて衣がついてますので、まず固まるまではいじらないでそのまま置いておきます。ここでいじってしまいますと衣が剥がれやすくなりますので、まずこのまま入れたら何もせずに置いておきます。で入れると油の下半分、お肉の下半分は油の中に入ってますが、上はまだ入ってません。下の段、油の中に入っているお肉が火が入ってきたところで、今度反対側に返して火を入れていきます。これで少し油が衣が固まってきましたので、そうしたら、お肉を返していきます。また同じように、触らずにこのまま、待っていきます。でお肉を薄く切ってるので、普段酢豚というともっと乱切りに大きめにゴロッとした感じで切りますが、薄く広く切ってますので火も比較的入りやすいです。ですのでまずこのまま、両面が衣が、このように固まってきたところで、一度ちょっと取り出します。ここで一回休ませて余熱でお肉に火を入れていきたいと思います。余熱で火を入れていくことによって、お肉はどうしても火を入れすぎるとパサついてしまいますので、ここで一度このように休ませてゆっくりゆっくり火を入れてあげます。そろそろ時間になってきたので、今度こちらさつまいもを入れていきたいと思います。このままだいたい2、3分ですね、茹でていきます。でお肉は、立ち上げてからだいたい1分ぐらい休ませます。そしたらもう一度、油の中に、入れていきます。この間油は中火を、キープしてます。また同じように半分ずつ火を入れていきます。今入れた途端にこう泡が、気泡が大きく、音が大きくなっているというのは、油の中にお肉のまだ水分が残ってますので、水分が入ったことによってこのような大きい音が鳴ってます。お肉に火が入るということは、この水分が抜けてきて、この気泡が小さくなってきたのが合図になります。ですので気泡とこの音をしっかりと聞きながら見ながら、お肉を揚げていきます。だいたい片面30秒ぐらいですね。30秒ぐらい経ったらまた半分裏返していきます。
また半分に返すとまた表面の反対側まだ水分が抜けてないのでまた音が一度大きくなります。それからまた徐々に音が小さくなっていきます。でさらにもう一度、取り出します。これで今もうほとんどお肉には7割ぐらいはもう火が入ってます。最後に強火にして、表面をカリッと揚げて、仕上げていきたいと思います。またここで30秒ほど休ませます。で最後に、火を少し強火にして温度を上げておきます。だいたい油の中の温度は180度ぐらいにします。そしたら最後に仕上げです。表面をカリッと、揚げ物の基本ですね。最後に温度を上げて油を軽く吸って衣の吸ってる油を全て出し切ってカリッとさせます。そうすると最初の油の音よりも全然もう静かになってきたと思います。これが仕上がりの合図です。こうしてカリッとした、お肉に上がりました。ソースを作っていきます。お水と三温糖、そして、こちらは米酢です。米酢とあと黒酢ですね。米酢と黒酢を同量半々ぐらいで使っていきます。どうしても黒酢 100% だとちょっと強すぎるので、米酢を少し併用します。あとこちらはたまり醤油です。色出しですね。たまり醤油は黒く仕上げるために、たまり醤油を入れます。そしてあと日本のお醤油です。普通の濃い口醤油です。でこれが全部入ったら火をつけていきます。そして水溶き片栗粉です。水溶き片栗粉はこの、温まる前に、ごめんなさい、火をつける前に、水溶き片栗粉を入れていきます。で水溶き片栗粉をしっかりと混ぜてから火をつけます。そうすることによってとろみが、ダマになりにくく綺麗なとろみがつきます。で沸騰してくるとこのようにとろみがつきます。でさそうしましたら、お肉を入れてあとは絡めて、はい、こちらでお肉の方は完成です。あとお野菜ですね。お野菜ももうちょうど茹で上がりますのでこれであと盛り付けていきます。それでは盛り付けていきます。こちらもやっぱり盛り付けの基本はいろいろ色合いを散りばめた方がいいと思いますので、で盛り付けとしてもランダムにいろんな形を今日は、盛り付けに持っていきたいので、こう綺麗にやるよりもいろんな向き、いろんな自然な向きで盛り付けてます。まろやかな酸味がホクホクの根菜類とジューシーな豚肉を引き立てます。黒酢酢豚の出来上がりです。彩りフルーツと、バニラアイス熟成黒酢ソースがけをご紹介します。
こちらはまあ秋の味覚のフルーツと彩りのあるフルーツ、それをバニラアイスに黒酢なんですけれども、熟成した黒酢、深みのある黒酢と黒蜜をもう非加熱で合わせるだけで簡単にできるデザートですね。秋にこのお酢を取ることによって、まあ、夏疲れた体を潤してくれるので、とってもマッチしたデザートだと思います。はい、それでは、熟成黒酢ソースを、作っていきます。今日はこの熟成の黒酢のソースと黒蜜です。これを非加熱でもう混ぜるだけの簡単なソースなんですけれども、あの黒酢は今日の熟成は8年黒酢なんですけれども、とても、コクがあってふくよかで酸味もまろやかになってますので、あえて今日は非加熱で、普通の黒酢でしたら、まあ、加熱してもいいかなと思うんですけど、せっかくのこのふくよかで酸味も丸くなって、熟成されている味わいを非加熱で、ストレートに味わっていただきたいので、今日は、非加熱のソースにしてます。まず黒酢ですね。あとこちら黒蜜です。2対3ですね。黒酢が2に対して黒蜜3です。これで、ソースはもう完成です。これはもう冷やしておきます。そしてフルーツを、切っていきます。今日はフルーツはですね、巨峰、ブラックベリー、ブルーベリー、さくらんぼとマンゴーとあとイチジクです。それではまず巨峰ですね。巨峰は、綺麗に美しく見えればいいんですけれども、ただ置くよりもなんか少し今日はまあこのまま2種類ちょっと剥いてあげると見た目が華やかになりますので、ただフルーツ皮を剥いて切るよりも何かこうアイデア、もうこれは本当イマジネーションなので、いろいろな切り方を楽しんでいただければいいかなと思います。あとこれからやっぱ柿ですよね。柿は色合いもいいですし柿がまだ出てなかったので柿、あとブドウはいろんな種類も出てきますし、マンゴーはもう時期も最後ですけれども、やっぱり、味わいもフレッシュ感もあるの で色合いもとても綺麗ですし、よいしょ、イチジクはやっぱり張りがあるのがいいですね。で皮ももちろん艶も、イチジクは皮ごとも食べられますので、皮に傷がなかったり、綺麗な張りがあるものがいいと思います。マンゴーも種類にもよるんですけど、やっぱりマンゴーはある程度熟成させた方が美味しいので、触って少しかなり硬いのよりもちょっと柔らかいくなってきて、熟成されてる方が、美味しいと思います。まあ、こういう感じでフルーツはあと、まあ、ベリーは今日はもうこのまま盛りますけれども、こういう感じで、切って盛り付けていきます。それでは盛り付けていきます。まずやっぱり色合いが大事なので、今日の色合いです。なるべく
いろんな色を散りばめた方が綺麗に見えると思います。ですので、まあ今日はちょっとフルーツが、ブラック系が多いんですけれども、その中でもちょっといろいろ散りばめて賑やかな感じにしてあげると、綺麗に見えるかなと思います。最後アイスを、今日はちょっとディッシャーでやりますけど、ご家庭だったらもちろんスプーンで、すくっていただいて盛り付けていただいて結構ですので、で最後にソースをかけていきます。バニラアイスをメインにかけますが、フルーツにも少し最後かけてあげます。甘さと酸っぱさが絶妙にマッチした彩りフルーツとバニラアイス熟成黒酢ソースかけです。中国はあのように広い、国土を持ってますが、その中でもいろいろな地域でお酢を作っています。中国の四大酢と言われているお酢があります。こちらの4種類です。北の方の、山西省を主体とした山西ローチン酢、その隣が四川省ですね、西の方に行くと、ホーネイ酢、その下に行きますと、中部ですね、東側上海近郊、上海あたり一帯の方はもうチンコースで、最後南の方ですね、福建を主体とした福建ところになりますと英春チンスという、この四大酢が中国では、メジャーで四大酢と言われております。その中でも、日本ではこの、チンコースですね、こちらが一般的で、中国料理店に行くと比較的このお酢、今日ご紹介した黒酢の酢豚もそうですけど、中国の黒酢っていうと基本的にこのチンコースを指すことが多いです。これはよく餃子、シューマイなど天津系にもこのつけて食べることが多いお酢ですね。特に四川料理は、複雑な辛み、複雑な味わいを作り出す、お料理が多いんですけれども、特にそういう複雑性の辛みのある、お料理の裏側にはお酢を数滴入れることによって、その複雑性をさらに複雑にしたり、辛みがあるものをこう断ち切ったり、最後までずっと辛い料理がじわじわと辛みがずっと続くんではなく、ある程度そこでパシンとこう切るような、味わいを残すために、この隠し酢という感じでお酢を入れることが多いです。あとは一般的にご存知な北京ダックとか、同じようにこう鶏を丸ごとパリパリに仕上げたり、鴨を仕上げたりするお料理が中国にあります。それを作る時には、表面の皮目にこのお酢と麦芽と水飴などをこう混ぜたものをこう皮に塗って、それを乾かして油で揚げていくと、こういわゆる皮がパリパリになります。それはこうお酢の糖の成分をお酢が入ることによって分解して、こうガラス化しやすい特徴があります。このお酢は甘みが入ってないんですけども、これと少し例えば黒糖であったり、蜂蜜であったり、美味しい糖とお酢を合わせたものをお水で割ったり、あとはサイダーで炭酸で割ったりして飲んだりしますね。やはり食欲増進にもなりますし、あと、殺菌をやっぱり体内に入れて健康な体を作るためにも、やっぱり殺菌というのは大きい作用があると思います。やはり中国料理は油を使うのも多いですし、豚肉、中国料理のお肉といえばもう豚肉を指すほど豚肉が一般的なんです。ですので、やはりお肉だったり油分を取った時に、それとともにお酢を一緒に入れることによって、こう油を体内で分解して
作れたり、味わいもすっと重くならずに次の日残らなかったり、あとやはり便秘に効くと言われるのもお酢ですので、お酢を体内に入れるというのはとても健康面でもいいことだと思います。